はい、どうもスケです。スーパーマリオメーカーズオンライン対戦やっていきたいと思います。この動画はですね、皆様の応援で成り立っております。ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。コレトン。さあ、コレトン、なんやろな。とりあえず、まあ、この間足が、ビッグカメアか。ビッグカメアおかしいけど、うわー、なにこれ。あんな話。影出たって、ゴール行こうや。無償降臨しようか、もう。よっしゃ、無償降臨行こう。ほっ。はい、勝ちました。無償降臨です。何の話や、ほんま。無償。鍵関係あったんかな、これ。鍵扉ある？ないやん。全然関係ないやん。動くパックンフラワー。さあ、なるほど。オンオフで動くんか。これは多分、一筋縄でいかへんよな。これオフにした瞬間こっち来るってことやろ。行こうぜ。あ、キノコ降臨しそうやな。オッケー、キノコ降臨。ほ。そして、パックンが動いた。行こう。なるほど。オンを変えるごとに、何か召喚されたわけだね。ほっ。スパン。スパン。なるほど。おお、面白い。行こうぜ。何これ。俺どこ？あ、出た。ラグってただけやった。あ、大丈夫か。さあ、ここで一回、休憩挟んで、なるべくキノコ残した。うわー、これは無理だよ。もう止まれない。ダメか。さあ、残ったキノコっち無償降臨でお願いします。無償ではないけどな。ちょっと待ってるから。うっ、オッケー。さあ、中間の男。さあ、なんかボス戦艦が来んねやろな。じゃあ、ここおったろ。こうやってスクロールからあいつを消せば大丈夫。はい、これで大丈夫です。これでもパックンおらんくなるっていうね。これもう裏技です、これね。悪技の裏技ね。全然もうボス戦のボスを即時退場させるっていう。とんでもない技ですけどね、これね。ぜひぜひ余裕があったら真似してみてください。今はね、子猫との距離余裕があったので、楽勝でしたね。降臨です。IC ショートアウト。IC のショートアウターコース。何これ？プテレン。さあ、行こう。もうゴールの可能性あるんで。投げとったら。全員投げていこう。ほっ。オッケー、1位取った。ほっ。もうゴールの可能性あるぞ。ちゃんと前張らないと。気をつけてね、ステージ。超絶前張りして。これ細かいジャンプをね、前で先頭でやることが一番大事ですから。ほっ。よう落ちひんな、あいつ。さあ、先行争い。うんげ。亀裂は嫌やで。ほっ。さあ、何のコースや？なんか文字書いてるけど俺読めへんかったぞ。ほっ。叩き落とします。ほっ。うわー、でも俺こういうコース結構勝率高いからな。任せろ。ほっ。おら。おら。おら。どけ。よし、1位。掴まれた。うおー、なんか書いてあるからな、文字が。そろそろゴール。もうふざけんな。女王と城の外で。さあ、女王とです。女王と地方、スタートー。さあ、結構みんな、手こずりそうですよね。こう入ること自体が。行きましょう。おっと、ナイス。さあ、ルイージ進化時間、お、俺と俺で、そんなんやったら。お。さあ、このコース舐めたらあかんもんな、だって。さあ、またなんか出んで、ルイージ。これ、無償降臨したろうか。思い切って。よし。で、これで、オッケー。うわ、いたずら好き失敗か。お。オッケー、あいつを進化させて。うわ、カロンコーラ。ケロッコ言うんですかね。お、乗れる。あ、やばい。やばい。お、ルイージ、強気に行ったな。舐めた真似を。待て、ルイージ。ほ。行きましょう、全貫通で。まあ、おそらくでもまだ裏面とかあるよな。なんか結構長そうやったで。構造見た感じ。そうやな、結構なんかいろいろ振り回された挙句の果てゴールみたいな感じやろ。ほ、オッケー。で、これで裏面？いや、こっちが表か。うわぁ、雲欲しいけどな。ヘルメットくれんのか。いや、フラワーもくれてるわ。じゃ、これなんか倒せれば。一人でも雲を倒せれば。挟まった！ビッグバックンで。ありえない。負けた。信じがたい。カメックアタックス。さあ、カメックのアタックスステージ。今、スタート。まあ、アイテム取ろうか。さすがに。さあ、青いとなんかミスったか。いって、爆発したぞ。やばい。マリオ行くつもりか。ちょっと待てと言いたい。
何？戦いせんか。ほ、何これ、扉、無償降臨か。終わった、負けた。無償降臨は絶対やっちゃいけないって言われてんのに負けた。ありがとうな。さあ、鍵ここにありますからね。ゴー。さあ、鍵あることに気づいた人がいるね。行こうぜ。畑ボス撃ちます。ルイージバイバーイ。さらに、スーパー確定。ごめんね。ナンバーズ、B の方ですね。2の1。さあ、ナンバーズ、スタートー。ほい。さあ、なんだ、1の1やった、結局。そう、1の1や。うわ、子猫、バックトゥーザフューチャーすんな。帰ってくんなな、わざわざ。跳ね返って。やばい、この前で負ける。奴が、ああ、今の中間取って進化しとけよ、ほら、マリオみたいにさ。結局進化ガチやから。おじゃ、抜かした。実質的には抜かしています。密着しているもん。だって、持ち上げけんないでしょ。上からいけるってことをご存知ないのか、子猫。悪いな。押したところで俺は落ちたりしない。何？騙された。誰しもが騙されるやろ、こんな。さあ、青いと感づくか。青いと感づ、青いとちょっと感づいたな。最高。さあ、子猫あっちがゴールだと思っているが、違いますよ。まあ、それにかけたって感じかな。かけやもんな、もう。ゴリン。俺としてはめちゃめちゃ嬉しい。あね。99体チャレンジです。さあ、99体チャレンジ。上から行こうか。と思ったけど、下からももう、すいてるわ。もうみんな行ったから。さあ、全部ファイヤーで倒すとかなんですかね。スターかな、それとも。うわあ、そういうことか。じゃあもう関係ないやん。別に。関係ないわ。そのまま条件浮くぞ、これ。うわ、でもなんか転がり玉が来んな。流れ玉。やばい、流れ玉だ。しかも条件達成せんかったってことはどっか残ってんねや。しかもドッスン帰ってくるからドカン入られへんしな。オッケーオッケー、なんとかまだチャンスありそう。ドッスン帰ってくるまでまだドカン入られへんってことは、まだここでまだ俺にも権限があるよね。よっしゃ、ドッスン降りる。よっしゃ、これ乗っていくわ俺。え、条件達成。いや、でもあいつら扉入れへんはず。オッケー、このまま挟まる運命や。あいつらは俺が全員挟む。ここで全員3人とも挟んでも俺がゴールする。ふっ、ブリってなれ。どけー。ジャングルタイムベイビー。さあ、ジャングルタイム滑ってった方が良さそうやな、これ。ほっ、おっと。さあ、あー、魚がでかい。お、何してんねん。やばい、強制停止される。おー、やばい、やばい。ありえへんで、言うとくけど。常識的に考えてみいな。ありえへんよな、あいつがやってることって。この子がやってることよりパックの速さにびっくりしたな。スコーン出てきた。普通ボコボコやんな。舐めんなよって話で。ほっ。おいやー、ピーや。おい。閉館せよ。赤コイン戦の可能性かけよう。ほっ。さ、トーン。うわ、やべ。パン、パン。赤コイン戦やってくれ。どこだ。うわ。うわー、ルイージングメモも消しとけ、オッケー。あー、てかみんなここでやられたんやな。勝ちまでありそうやな、キノコ取れれば。ほ、行こう。ここから食らわなければ勝てるぞ。大抵の人間食らっちまうけど。こっからノーダメやったら、ガボン貫通で。そのままいけるわ。ほ。マリオ。俺ら頭貸し合おうよ。ほ。やられたか。戻れなかったっけ、これって。あ、負けたわ。確定負け圏内入った。ほっ。危な。何してくれたんだよ。ルイージ滑り落ちてる。ふっ、ガボンなんか動かへんねんけど、あいつ。確かこれゴールやったんじゃない。よし。オッケー、オッケー、うわ、うん、シャンシャン、この子も降りてきたー。シャンシャン。ピース。135。
さあ、前期ですろ、もう。行ってまい、行ってまい。ああ、二人か。そう、もう三人行ってもだ、もう勝ちやのにな。さあ、ルイージングメンバー。一緒に行くぞ。さあ、一緒に行ってやろうと思っていたが、ルイージその気なんだね。お前、終わりだ。悪いが気絶してもらうよ。ほっ。さあ、中間。お疲れ様。じゃあな。さあ、あんまりスピード乗せすぎひん方がいいんかな。お、いけそうやで。こんな感じで。こんな感じちゃう？むずない、でも。ヒップキャンス、あ、なんじゃこれ。僕がバカみたいじゃん。すげえ技できんねやと思ったけど、関係なかったね。さあ、もう無償で降臨しようか。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。